はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい、スクスト。というわけでスクールガールストライカーズの実況をしていきたいと思います。いや、ちょっとね、いろいろとね、スクストでも撮りたい動画があるのですが、だいぶちょっとお眠だったり、ちょっと風邪で喉の調子が良くないんで、ほどほどに撮っていきたいと思うんですが、現在対戦イベント、トップイベントですね、やってます。で、初日のね、リーグ戦実はね、勝ちましたね。はい、ホワイトが確かワラビーさんだったかな。うん。で、私の順位が今ね、所属順位が3375位。で、全体的なというか階級ランキング、これ階級ランキングってマスターランクなのかよくわかんないんだけど、12081位でございます。まあ、ガチャとかも結構引きたいのはあるんですが、とりあえずまあガチャ引くのは後の方でいいかなと個人的に思ってますね。で、割とね、結構勝てるようになってたんですよね。なぜかっていうのもおかしいけど、結構勝利気ですよ。とか言ってるそばから負けるかもしれないけど、せっかくなんでちょっと見てみます。意外とね、この格上の人にも勝ったりするんですよね。まあ、結構これはギリギリだけど、割とね、もっと結構差がある人にもたまに勝つんですよね。多分コンボとかの補正なのかな。そしてやはりリソースがいつもスキップしてるからね。アシストタイムから入った。ババ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 からの71000。あー、コンボまずいんじゃない？それはまずいのでは？普通コンボにして9万。これでまだ先行有利がまだ見えてる。まだここで上がり手が返しでコンボ使ってきてないのか。でもまだ落ちないかもしれない。いやー、決め台詞がない、終わらないってことか。これ相手が返しで決め台詞がなければいいんだが。あ、84000、耐えられるかな。あ、これ死はっ、なんだこのリゾートみたいな。これは強いのか弱いのか分からんなでもなんか決め台詞なかったよね。耐えたかな。あのデートもね。はっ、マジンカーでも来るの？違う。ロケット？なんかあれやね、こち亀のあれみたい。本だらけ。あ、はい。負けちゃった。なんだかんだね、結構久しぶりなんですよ、負けんの。見なきゃよかった。見なきゃよかったみたいな。勝てるんですよ。あれか、見たら弱いんかな。スキップしたら勝つ、そんなことあるみたいな。どうなんだろうね。なんか悔しいな、ちょっとちょっとおかしいな。割と全然勝ってるんですよっていうの見せたかったんだけどな。なぜかこうやってスキップしないで見てきて負けちゃうの。結構でもね、ほんと、あ、やば、なんか展開が悪い。結構なんかコンボとかね、お、コンボナイスコンボ。お、これは、え、勝ったの。17万取れちゃう。17万取っちゃう。お、プラスアシストも入るのか。これは強いね。3コンボみたいな感じ。オーバーキルシーター。ああ、こういう感じで勝ってるんだよね、多分ね。はいはいはい、2コンボが、そう、結構たまに2コンボ出してるなと思って。いや、多分こういう感じで多分格上の人にも勝ってたんだよね。これが見せたかったんですよね。はい、一応ね、多分今マスターランクの D ランクだから、若干ね、コンボ補正も入ってるんだよね。まあ、ちょっと前はね、 C ランクまで行ったんだけどね、 C ランクはから落ちちゃったんでね、しょうがないです。で、ミッションは一回預けて、冒険か。冒
先に貸しといてあげて、で、前回ね、動画で、紹介し損ねた、ムービーをね、ちょっと、イベントプレイバックしますか。デート服の、そう、この辺で、後で見ようと思って見てないんですよ、まだ。うん。おー、かわいい。デート服が入荷しました。これはお子さんか。なんか髪型が。うん。しかも結構メモ化が楽しみなんですよね。どっちかっていうとね。技っていうか。うん。なんか結構イメージ変わるね。やっぱね。髪型とかが。うん。これゆいちゃん？だよね髪の色がさ、いやこれは結構髪型変わるのいいですよね。なかなかだいぶイメージ変わるよね。髪型って大事だよね。うん、霜柱まだストーリー的にモルガナさん、ちょっとモルガナさんね、やっと出てきたけど、完全に悪役だったからな。うん。誘われている。あら。ほう。まあね、いろいろあるよね。うん。その帽子はどうかなとかちょっと思うけど、まあまあまあ。わかりました。まあこのね、デート引き換え券は持ってないんだよね。ステラコインを使ってまでゲットするかと言われると悩ましいんですよ。エテナショッピングモールを解除し、拡大縮小及び背中や足元までプレビューできる。それは素晴らしい。うん。で、全員に専用部屋がついてくるよ。うん。さとこちゃんね。うん、いいね。はーい。で、あとが、これですね、プロローグ、チョコミントワンピ&歯磨きがある編。ということで。はい、これもね、まあ、まだ見てなかったんですよね。飛ばしてます。あえて飛ばしました。これを見るためだけに。ご機嫌相談をしている、バレンタインか。いやでもいいね、ハーレム状態でさ、もうな、逆に困るかもね。みんなからめっちゃバレンタインチョコもらうとかさ、逆に困るわって思うけど。うん。ほどほどが一番かなって気がする。まさにチョコミントと言わんばかりの色合いだね。うん、結構似合ってるね、ノエルさん。でもね、個人的な話すると、チョコミントって俺美味しいと思わないんだよね。うん。そもそも多分ミントが得意じゃないんだよね。うん。って俺果たして食べ物なのかなってちょっと思っちゃうんだよね。なんだろうね、なんか言葉は悪いんだけど、
洗剤じゃないんだけど、なんていうのかな、芳香剤というか、なんかそんな感じの感覚なんだよね。でもなんか食べてるというか、なんか食べ物ではないというようなイメージがどうしてもあるんだよな。うん、お、来た、クリーン。歯磨きがある。どういう報告中かわいいんかな。あー、そういうことね。チョコに対する関係ねー関係なかった。でも歯磨きは大事だからね。うん、まあ、チョコと歯ブラシは切って返す、切って、あ、切り離さない。聞いてるね、聞いてますね。おお、まあ、色合いは可愛いと思うよ。チョコミントは苦手だけど。ああ、だから注目っていうあれなんだね。やっとその注目の意味が分かった。なんだ注目ポイントみたいな感じって思ったけど、まあ、どっちがいいかって言われたらね、まあチョコミントかな。歯磨きって正直なんかね、どうなんだろうと思っちゃう。ある意味斬新だとは思うんだけど、うん、所属してます。対戦も始まっちゃってます。ごめんなさいね、読むのが遅くなっちゃったんでね。あーでね、ノエルさんがね、テクノシャングリラーが大好き。そんなね、私上位に入れないよね。おぉ、ごめんなさいね、あくびがバリ出ちゃうんだけど。で、これね、これでも基本的にステロコインなんだよね。うん、この辺はごめんなさい、私は飛ばしますいや、こういうのもね、どっかでやりたいなと思うんですけどね。うん、はーい。で、あとが実はまだあって盛りだくさんだな。これですね、プロローグで。これも見てないんですよ。これでも一緒かな、実は。これ一緒かもしれません。一緒だったらよかった。一緒ですね。はい、ありがとうございました。というわけで、とりあえず続くね、頑張っていきたいところですね。これあれかな、前回のやつとかは見れないのかな。詳細確認。うん、で、我がワイルドキャッツだっけ。現在が、あ、現在2位ですよ、2位。いいじゃないですか、いいポジションについて。1位がホクシーズか。ホクシーズも悩んだんだけどね。あ、対戦、最初に対戦したワラビーズは、どうやらあれですね。だから、多分一番、いやでも一番じゃないか、8位が一番弱いんだもんね。コアラか。コアラやっぱ人気ないのか。悩んだんだよな。だからキャッツか、やっぱホクシー確かに可愛いよね。キツネ。なるほどね。まあ、ペンギンも意外とやる。いやこのままね、勝つに行きたい。今ちなみにどこと対戦してんだっけ。今ポニーズか。ポニーズと対戦中なわけだよ。ポニーズが今6位。勝てるかもしれない。まだわからない。油断はできない。っていう感じですね。わかりました。今回はこんな感じかな。特訓の模様とか。あとまあ見れなかったプレイバックを見ました。ということで、特訓頑張っていきましょう。2月15日までだからね、まだまだありますよ。お疲れ様でした。バイバイです。